皆さんこんにちは、みつきです。みつきの気ままラジオ第3回ですね、やっていきたいと思います。皆さんの支えによりまして第3回を開催することができました。ありがとうございます。このみつきの気ままラジオはですね、みつきが気ままに語るラジオっていうことになってまして、まあなんか有益情報とかそういうのはね多分流せませんゆるりと、ごゆるりと、作業用 BGM とか、睡眠用の、そういうのに ASMR 的な感じで使っていただければと思います。ではでは、短い時間ですが、やっていきたいと思いますので、ごゆっくりお楽しみくださいませ。だんだんと暖かい季節にはなってきたと思うんですけども、まあまだちょっと寒い日もあるかなっていう感じで、まだね、やっぱちょっと暖房が手放せないというかね、地域にもよるかなと思うんですけど、私の地域はまだちょっと寒いかもしれない。私が寒がりなのかもしれないけど。まだね、もこもこのね、フリースとかね、着てね、ブランケットとかもで、ね、もこもこにね、足元巻いたりして、頑張ってる。机のさ、下ってさ、どうしても寒くなるじゃん。だからさ、実況とか撮っててもさ、やっぱり足が寒いんだよね。で、寒い時には、湯たんぽとかをね、足元にセットしてさ、やったりしてた。やっぱね、湯たんぽ、いいですよ。やっぱなんか長く親しまれてるだけあってさ、やっぱり湯たんぽいいよね電気も使わないしさ、しばらく保温してくれるし、ただちょっとね、低温やけどとかには注意しなきゃいけないから、そこだけね、ちょっと足をずらしてヒヤってたまにさせて使ったりしてましたもうこれからの時期は使うことないかなって思うけど、まあ、この話もし覚えてたらね、冬とかにね、湯たんぽ足元に置いて、その足を乗っけたりとかしてね、暖を取ってみてもいいんじゃないかなって思います。さて、では今回も質問箱に送っていただいた質問を読んでいきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム、のんびり屋ののんさん、ありがとうございます。のが多いラジオネームですみません。いやいや、そんなことないですよ。のって可愛い文字ですよね。なんか可愛らしいなって思って見てます。最近私はペン習字の通信講座を始めました。通信講座自体初めてのことで結構めんどくさいものなのかななんて思っていたのですが、意外とそうでもなくて、字が上手くなるチャンスと思って今必死に頑張っています。わ、すごいですね、ペン習字。みつきさんは通信講座や資格などはやったことや持っていたりするのでしょうか。なければやってみたいとか身につけたいスキルなとかがあれば教えてください、とのことでありがとうございます。いや、すごいな、習い事とかね、自分はやったことがなくてですね。でもそういう通信講座ね、気になってはいるんですよ。ペン習字いいな、やっぱね、自分も恥ずかしながら字がね、ちょっとね、下手なんですよね。走り書きとかするとさ、自分で自分の書いた文字が読めなくなるタイプの人間で本当に走り書きした時に後からメモ見て、あれこれなんだっけってなるタイプだからね。いや、いいなぁ、ペン習字、字が上手くなるチャンス、いいなぁ。私もペン習字やろうかな。やってみたいことはですね、自分ね、ボイトレやってみたいですね。ボイストレーニング。歌が好きで、よくカラオケとか行くんですけど、やっぱね、歌っててさ、もっと上手くなりたいなって思いながらね、毎回カラオケ行ってる。やっぱり歌ってて気持ちよく歌えたりとかすると、やっぱり気持ちいいわけでさ、ビブラートとかさ、出せないんだよね。なんかそれ出せる人ってすごく気持ちよさそうでいいなってずっと思ってて、練習法とかがちゃんとあるんだろうなって思うんだけど、まあでも家とかでやったりとかさ、練習しなきゃいけないわけで、あんまりさ、歌って結構響くじゃないですか。まあこういう風に声出してるのも多分響いてると思うんだけど、
やっぱね、周りにちょっと響いちゃうと申し訳ないので、お家的にね。一軒家とかだったらいいんだけどね、やっぱちょっとアパートだし、お隣さんとかね、ちょっと申し訳ないかなって思うと、家でね、練習とかもできないし、なんかね、行きたいんだけど、ちょっとなんか、ああ、ちょっと やめとくか、みたいになっちゃってるので、すごくね、もったいないなっては思ってる。低い声がね、出せるようになりたいんですよ、私。高い声が、なんか、高い、でも高いっていうわけでも、いやでも自分の中では高いんだよね。この高い声が、コンプレックスでね、なんか、寝て起きたらいつの間にか声が、内山聖輝さんみたいになってないかなとか起きたら谷山貴聴さんの声になってないかなとかね、考えながら日々過ごしてます男性声優さんで例えちゃってるけどね。いやなんかああいう声めちゃくちゃ好きで憧れなんですよ。いやすごいかっこいいよね。かっこいい声にね憧れてるんですよ。私よく可愛いって声可愛いですねって言っていただくことも多くてね、それはそれはすごくすごく嬉しいんですよ。嬉しいんだけど、声かっこいいってね言われてみたいっていう欲がある。これみんな思ってるんじゃないかな。声かっこいいって言われ慣れてる人は声かわいいって言われたりとか、そっちはどうなんだろう、嬉しいのかな、わかんないな。声かっこいいねって言われてみてえなって思ってます。声ね、低く喋るコツとかもさ、ボイトレとか行けばさ、ちょっとわかるのかなとか思って、声ね頑張って低くしたりとかね、頑張ったりとかねしてることはあるんだけどさ、でもさ、日常生活これで生活はできないわけですよ。どうしてもさ、みんなと喋るときにはさ、このくらいのトーンになっちゃうからさ、なんかキャッキャし喋ってんなって思って、自分の動画とか配信とかで喋ってるのを見ると、ちょっとね、うーんってなるときはある。声を低くしたいです。これで回答になってるかな。のんびり屋ののんさん、前回もね、第2回でね、質問を送っていただいて、本当に本当にありがとうございます。すごくすごく嬉しいです。そう、このようにね、一人何通でもいいのでね、このみつきの気ままラジオを一緒にね、動画を作ってくれる方、どんどん増えていくといいなと私思っております。ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。のんびりののんさん、ありがとうございました。はい、続いての質問ですね。ラジオネーム、酒がうまいだねさん。これ多分ね、心当たりあるな、誰が送ったか。マジラブ 1000% 歌ってみたらまだですか?との。これ質問、これは質問に入るのかわかんないな。リクエスト、一応リクエストの枠なのかな?マジラブ 1000% 歌ってみたの予定はありません。期待してくれている方、もしね、万が一ね、万が一いたら申し訳ないですね。このマジラブ 1000% 歌ってみたらまだですかっていう、これ質問に至った経緯がね、わからない方もいると思うんですよ、ここから見た人はね。カツミっていう、アフロのね、コダックのアイコンのね、人がね、いるんだけど、私がよく一緒に配信をしたりとか、遊んでもらったりとか、仲良くさせていただいている方なんですけど、そのね、黄色い天使がね、何かと歌わせようとしてくるわけですよ。すごくいじってくる人でね、すごくすごくね、楽しくね、配信させてもらってて、ちょっとした宣伝になってしまうんですけども、そのカツミンと一緒に、その人のチャンネルでね、チャンネルは概要欄に貼っておこうと思うんですけども、月1回くらいで配信をしようかなと思っておりまして、タイトルはその日その日でまちまちなんですけども、みつきの酒で草とか、
みつきの、みつきによる、みつきのための雑談配信みたいな感じで、かつみんがなんかタイトルをね、いじってくれたりしてるんですけども、そちらでね、月1回くらいで生配信、YouTube の方でね、生配信を行っているので、まあ、もしよければね、本当の本当に雑談配信なんですけど、まあ、興味があれば、もし来てくれると嬉しいです。ほんとくだらないことしか喋ってないからね、こういうラジオ動画みたいな感じで、まあ、ラジオ配信みたいな感じでね、なんか気楽に聞いてもらえるようなね、配信をやっていこうかなって思ってるので、まあ、もしね、興味があればよろしくお願いいたします。酒がうまいだねさん。歌ってみたは出しません。よろしくお願いします。これもし違かったら申し訳ないけど、まあまあほぼほぼそうでしょう。ありがとうございました。誰でも参加 OK と、うんうん、ウェルカム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 とみつきが申しております。はい。ウェルカムウェルカム、うん。大人数でね、やった方が楽しいから。大人数でね、みつきを祭り上げる。そうそうそう、ええ、ま、祭り上げる必要はない。わっしょいわっしょい。わっしょいわっしょい。全力で祭り上げるからさ。じゃあ、全力でアフロ揉むか。それでは最後にね、みつきの早口言葉言えるかなのコーナーをやっていきたいと思います。前回から急にね、つけたコーナーなんですけども、早口言葉ちょっとね練習をしていきたいなと。ゲーム実況者たるもの、やっぱり滑舌は良くなっていきたいじゃないですか。滑舌がもうね、そもそも言えないくらいのレベルでございます。今日のお題はこちら、ポケスポットのポケストップへポケモン GO。 これ自分で考えたんですけど、これね、ポケスポットっていうのはポケモン XD 闇の風ダークルギアというね、ゲームを実況今してるんですけども、そちらの中で出てくる単語で、まあ、ポケモン、野生のポケモンが現れるスポットなんですけど、ポケスポットが、ポケストップって動画内で間違ってしまうというのがね、発生しておりまして、そこからね、生まれた、とか私が考えた早口言葉でございます。ポケスポットのポケストップへポケモン GO。 これみんなも言ってみて、結構難しいんじゃないかなって思うんだけどね。これをね、じゃあ3回ね、早口言葉として成功できるかどうかやっていきたいと思います。ポケスポット、オッケー、言えてた、今言えてた、オッケー、今ならいけるいけるいける。ポケスポットのポケストップへポケモン GO。 ポケスポットのポケストップへポケモン GO。 ポケスポットのポケストップへポケモン GO。 お、言えたんじゃない？言えたんじゃない？言えたかな？なんかすごい不安だけど。あ、これ意外といけるのかな？慣れてしまえば。みんなもね、ぜひチャレンジしてみてください。ポケスポットのポケストップへポケモン GO です。自分ね、ポケモン GO ね、やり始めたはいいんだけど、近くに一緒にやる人がいないばかりに、ちょっとね、挫折してます。なんか今まで結局手を出してこなかったのって、もしかしてやらずに生活できていたからなのかな、みたいなことをね、思ったりはした。一緒にやったら楽しいのかな、誰かと一緒にやったら楽しいんだろうなって思うけどね、近くにやる人がいないんですよ。寂しい人生を送っている。こういった感じで、みつきの気ままラジオでは、みつきの早口言葉言えるかなのコーナー用の早口言葉もね、ぜひね、募集しておりますので、質問箱でラジオネーム付きで、送っていただければ、とてもとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。皆様のね、アイディアをね、お待ちしております。ぜひぜひ、お借りしたいです。自分でもね、こうやって考えてはいるので、まあね、一緒に早口言葉考えませんか？ポケモンの早口言葉も言えなくなった。ポケモンの早口言葉でもいいですし、なんか本当に自分のなんかすげえ難しい早口言葉考えてやったぜみたいなのでもいいし、うん。皆さんの面白い早口言葉、ぜひぜひお待ちしております。
みつきの気ままラジオではラジオネームつきのお便りを募集しております。質問やみつきに伝えたいメッセージとか早口言葉とか何でもよろしいので送っていただけるととてもとても嬉しいです。お待ちしております。もうすでにラジオネーム付きの質問をいただいてはいるんですけども、申し訳ないんですが次回分に回させていただきたいと思いますので、もうしばらくお待ちください。送っていただいた方はね、自分のいつ読まれるのかなってドキドキワクワク待ってると思うんですけども、いただいた質問やメッセージは必ずねお読みしたいと思いますので、第何回のね回で出てくるかっていうところをねドキドキワクワク待っていただければと思います。月1回くらいでやっていこうかなとは今考えてはいるんですけど、まあね場合によってはこういう風に質問が少し溜まって一気にっていう時にはちょっとね小分けにして月2回くらいとかでも出していけたらなって思っておりますので、投稿頻度についてはねちょっとねまだ未確定でね申し訳ないんですけども、どうかお付き合いくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではね、みつきの気ままラジオ第3回こちらで終了とさせていただきます。ここまでお聞きくださりまして本当に本当にありがとうございます。どうかこれからも野生のみつきことみつきをよろしくお願いいたします。ゲーム実況の方もこれからも続けてまいりますので、まあ、ぜひね、ポケモン XD 闇の風ダークルギア、知っている方も知らない方も、もしね、一度見てくださればと思います。よろしくお願いします。この作品のね、リメイクをね、めちゃくちゃ待ち望んでるからね、スイッチとかでね、やりたいんだよ、やりたいんだよ、私は、やりたいんですよ。この作品ね、だからね、もっとなんか有名になって、ファンが増えればなって思って活動しております。この作品をね広めるためにゲーム実況者になったと言っても過言ではない作品なので、ぜひぜひ皆さんどんどん盛り上げていこうね。よろしくお願いします。ではでは本当にありがとうございました。また次回もお付き合いくだされば幸いです。お付き合いくだされば幸いです。また噛んだな。みつきでした。